お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感シスイ成田空港店の江澤です。本日もよろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った営業を継続しております。お客様の皆様にはお客様同士の接触を避けるために来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しい方、ウェブ商談システムもご用意しておりますので、そちらも合わせてご活用お願いいたします。ウェブ商談におきましては弊社ホームページより簡単にお申し込みができます。ご自宅でパソコン、タブレット、スマートフォン、このうちの一つでもございましたら対応ができますので、よろしければご活用の方お願いいたします。それでは本日のお車の紹介に移ります。本日紹介するお車はこちら、トヨタのラブ4です。はい、こちらの方ですね、止水店に入庫してきましたラブ4になるんですけれども、まあもうこちらのエンブレムを見ていただければ一発で分かりますね。あとグリルの感じで分かりますよね。ラブ4のハイブリッドになります。ハイブリッドの G グレードの、お車ですね。まあハイブリッドなので、ここのエンブレムがですね、青色の表記じゃないですね、青色になってます。でガソリンだとこれがですね、黒のままのエンブレムになります。でグリルの方もですね、ガソリン車になると、あ、ごめんなさい、グリルが変わるのはあれですね、アドベンチャーですね、ごめんなさい失礼しました。アドベンチャーと、まあ通常の G グレードだと変わってくるものですね。で今アドベンチャーの話が出たので、アドベンチャーのグリルの説明しますね。でアドベンチャーのグリルだと、ここのバンパー、今 G グレードのものあると思うんですけど、こちらの樹脂の部分がですね、アドベンチャーの方が下がって、こちらのバンパー部分ですね、黒塗装の部分が、まあ、しっかりとした六角形、まあ、今だと、まあ、六角形ではあるんですけど、こちらの方がですね山になっている形、まあ、ここがアドベンチャーだと下の方に、広がっていく形になるので、しっかりした六角形っていうイメージですね。まあ、結構アドベンチャーのグリルと、まあ、通常のこちらのモデルのグリルでかなり人気というか、まあ、好みが分かれるですよね。実際商談させていただいてても、G グレードがいいんだけど顔つきがアドベンチャーがいいとか、そういったお話もよく聞きます。なので、まあ、しっかりと現車の方を見ていただいて、また判断していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、続いてちょっとライトのご紹介ですね。まあ、こちらハイブリッドなので、ヘッドランプが変わってきます。で今ハイブリッドのヘッドランプが一灯式ですね。ライトが一灯になってます。で、バイビーム、ハイブリッドに関しては一灯式のバイビームシステムのヘッドライトになります。なのでこの一灯式で、ロービームとハイビームの切り替えをしてくれます。でこれがガソリン車になると三灯式になります。1、2、3と3つ三灯式になって、それぞれで、ロービーム、ハイビームですね、切り替えという形になります。はい、じゃあ実際ちょっとライトの方をつけて確認していきましょう。はい、今ライト点灯しました。でですね、もうかなり、まあ、LED のヘッドランプなんで光に関してはかなりきらびやかだと思うんですけど、ちょっとこちらカメラで映りますかね。結構細かな部分に加色が施されていて、こちらの方がなんていうんですかね、まあ、ちょっと彫り込んであるのか、内側の方がですね、ちょっと
この形状を変えてきてて、かなり反射して多方面に反射して綺麗に光ってくれるですよね、こちらの方が。でこちらのヘッドランプの下の方もですね、こちらの方でもライトですねになってますので、かなり明るい仕様になってますよね。もう非常に綺麗です、このライトも。ちょっと一回ライト切りますね。はい、じゃあちょっと続いてそのまま奥の方からサイドに回っていきます。失礼いたします。ではカメラさん、ゆっくりとサイドの方に回ってきてください。いや、ラブ4本当サイズ感大きいですよね。ハリアと同等のクラスではあるんですけども、やはりスタイルの形状がかなり違うので、まあ、どちらかというとラブ4の方が迫力の方はかなり強いですね。で今サイドの方に回ってきました。でラブ4がですね、全長の方が4600ございます。で全幅が1855で全高が1685になってます。で私が身長が、173センチになるんですけども、まあちょっと1685なので、ややちょっと低いかなというぐらいなんですけど、まあ、こちらにルーフの方もですね、ついてますので、よりちょっと見た目としては高く見えるかなと思います。でちょっと皆さんが結構気になるポイントだと思うんですけど、こちらですね、耳たぶミラー、いわゆる耳たぶミラーという、まあ、通称のものですかね。こちらにミラーがついてるんですけども、今回、8月からラブ4がマイナーチェンジされたんですけども、その時にパノラミックビューモニター、パノーラマのモニターですね、そちらが標準装備っていう表記が、カタログの方ではあるんですよね。で、まあ、もちろんパノラマがついてくるということは、このミラーがなくなるということになるんですけども、実は1点だけですね、ちょっと注意点ございまして、こちらのなんでついてるかっていうと、ディスプレイオーディオレス車の車になります。でこちらに関しては弊社で扱っているパイオニアカロッツェリアのサイバーナビゲーションを搭載してますので、ディスプレイオーディオレス車として、発注の方しております。なのでこちらがついてきちゃうんですよね。パノラマモニターがディスプレイオーディオと、セットになってしまうので、ディスプレイオーディオを選べばこのミラーがなくなります。で逆にディスプレイオーディオを外してしまうと、レスにしてしまうとこちらがついてくる形になりますので、そちらだけご注意いただければと思います。はい、で一応こちらの車ですね、ちょっとディーラーオプションのご説明もしちゃうんですけど、こちらサイドバイザーついてます。サイドバイザーですね。でこちらにシルバーのモールがついてますね。もう結構非常に綺麗になってます。でドアの部分もですね、こちらにプロテクターが ついてます。樹脂タイプですね。まあ、これで例えば駐車場で、お隣の車に、まあ、ドアパンチをちょっと軽減するような形にはなりますね。樹脂製のものがついております。こちらもディーラーオプションですね。でちょうどちょっとドアハンドル近いので説明しちゃうんですけど、 G グレードですね、G グレードだけこちらの方がドアハンドルのところにシルバーのメッキの加色がですね入ってきます。でアドベンチャーと、下のグレードですね、そちらに関してはカラードになっちゃうので、もう G だけ、 G と GZ パッケージですねだけこちらシルバーのメッキ加色が入ります。非常におしゃれな、スタイリングですね。じゃあちょっとそのままリアの方に私は行きますね。はい、ではリアの方にやってまいりました。で、まあ、こちらの方でもですね、まあ、まずアドベンチャーと違う点はもうここですよね。もうこちらのガーニッシュの部分がアドベンチャーはカラードなんですけども、G、GZ パッケージに関してはこちらがシルバーになってきます。なのでかなり後ろの印象もこれ一つだけでもかなり違うかなというところあります。で今回ですね、
まあ、8月のマイナーチェンジでこちらの G グレードですね、あの標準装備として、まずリアクロストラフィックブレーキ、あの後方の車両の接近等をですね、あの知らせてくれる、あとオートのブレーキですねが、できますよっていうものがついてきます。であと、まあ、リアクロストラフィックブレーキとセットなのがブラインドスポットモニターですね、そちらの方もついてきます。でもう1点、もうちょっと私これから試すんですけど、ハンズフリーのパワーバックドアですね、こちらの方が標準になっております。ちょっと実際に開けてきますね。ちょっとセレナでもいつも試してるんですけど、ちょっとラブ4は今回初めてです。でちょうどこのエンブレムの下ですね、エンブレムの下に足を入れていただく、まあ、セレナとやり方は同じになります。スッと入れてシュッと抜く、はい、これでオープンします。はい、じゃあちょっともう一回閉めてみますね。次はでスッと入れてシュッと抜くで、若干まあ、多分人が逃げれる時間を作ってると思うんですけど、だいたい1秒くらい間が空くので、あれ開かないと瞬時に判断しちゃうと降りてくるので、そこだけ気をつけてください。じゃあちょっともう一回だけ開けますね。スッと入れてシュッと抜く、こうやって足をシュッシュだとちょっとこれ反応はしないので、そこだけ気をつけてもらればと思います。でコツさえ掴んでしまえば、あとはもうほぼほぼ開きます、ご安心ください。では実際こちらですね、リアの方ちょっと開けておりますけれども、まあ、かなり広い空間ですよね。まあもう皆さん、よく見られている方はもうこの広さとかも重々承知かなと思うんですけども、一応ご説明となります。でこの下の空間ですね、こちらの方に、メーカーオプションのスペアタイヤ、こちらの方が入っております。このような形で、収納されます。で、まあ、以前、結構前にですね紹介した時もお伝えしましたが、こちらの、ボードがですね1段下げることができますよというもの、はい、こちらで、まあ、大体確か5センチぐらいですかね、サイズダウン、ダウンすることができます。で逆にこれを、裏返し、こちら側で使っていただいても、あの防水機能として使えるので、両面あのご活用いただけますというものですね、なっております。よいしょ。はい、じゃあ最後はせっかくなんでボタンがついているので、ボタンでちょっと閉めますね。まあ、ボタンでも楽に閉めれるので、まあ、女性なんかでも簡単に閉めれるかなと思います。やっぱりねどうしても手でやろうとするとかなり重いので、ちょっと労力がいるので、これがあると大変楽になります。でちょっともう一度サイドに回るんですけど、実はですねこちらの方でですね、弊社の方で施工したものがありまして、まあ、こちらですね窓ガラス、リアフィルムですね、リアフィルム、こちらの方を弊社の方で施工させていただいて、濃いフィルムの方を貼らせていただきました。弊社の方で、まあ、49,800円ですね、そちらのお値段で、ちょっとお車によってお値段変わっちゃうんですけども、ラブ4に関しては49,800円でリアフィルムを、濃くすることができます。でちょっと私が手元に持っているのが、フィルムのですね、まあ、濃さというか、これで選べますよっていうものなんですけど、ちょっとね分かりづらいんで、ちょっと手袋かざしますね。これで若干分かりますかね。で弊社が扱っているのがこの 5IR GY5IR、 あと GY30R と GY15IR、 この3種類を弊社で扱っております。でなのでこの 5IR ですね、こちらが一番濃いフィルムで、実際に今のこのラブ4に、施工したのもこちらの 5IR ですねになっております。なんかかなり濃いですよねこれでも。で実際に外側から見ていただいて、まあ、カメラ画面越したんであれなんですけど、かなり濃くなってます、濃い仕様ですね。で私から見ても向こう側は全く見えないです、今全く見えない状態になってます。なのでリアフィルムですね、まあ、濃くしたいというお客様もしいればですね、弊社の方でも対応の方をさせていただきますので、ご検討の時はお声掛けいただければと思いますのでお願いいたします。ちょっと、前の
フロントの席の方ですね、ちょっとご紹介していきましょう。もうかなりこの内張りとかかなりおしゃれじゃないですか。あの実はあの今回こちらのラブ4は室内色を変えてます。まあ、通常だったらあのブラックが、かなり多いんですけど、今回こちらはライトグレーが入ってます。ライトグレーですね。一度ちょっと内張りとシートの方ですね、ちょっと見ていただければと思います。よいしょ、いかがですか。結構ライトグレー明るい色なので、かなり室内も明るく見えますね。で一応グレーの方もですね、上の方が濃くで、背中部分もですね、まあ、中間ぐらいの濃さで、まあ、脇ですね、サイドと、こちら座面の方も、まあ、薄いグレー、まあ、白に近いですね、ホワイトに近いグレーなんですけど、3色のグレーで、構成されているシートになってます。で合成皮革のシートですね。でかなり座り心地もいいです。ただ、まあ、ちょっとですね、やっぱり明るい色なのでちょっと若干色付きが気になりますね。あのジーンズとかを履いている方でよく聞くんですけど、やっぱり夏場とかで汗とかであのジーンズのですね、青色がこういった明るいシートに映ってしまうっていうお話もよく聞くので、まあ、ちょっとそちらの方はあのご検討されている方は念頭に入れていただければいいかなと思います。よいしょ。でもう一点ですね、ちょっと弊社の方で、対応させていただいておりますナビゲーションですね、こちらの方を、見ていただきたいと思います。よいしょ。失礼しました。ちょっと鍵があれですね。はい、大丈夫ですね。でカロッツェリアのサイバーナビゲーション、今回こちら搭載してます。でカロッツェリアのサイバーナビなんですけど、こちらがあの9インチモデルですね、ついてます。今ちょうどテレビ映っちゃってるんですけど、あこちらがホーム画面ですね、ホーム画面になってます。で、まあ、ちょっとですね、実はあのこの 10月ですね、あの実はこのサイバーナビの方がカロッツェリアの方がですね、あの新型のモデルが、出ます。なのでこちらの方もあの型が変わる形になります。なのでこれはあの今で言うと、まあ、1つ前の型に、今はなってしまうんですけども、あのこれからあの発注かけるものに関してはあの新しい型式の、サイバーナビゲーションという形になります。なのでまたサイバーナビもですね、新しいものがどんどん入ってきましたら、あの皆様にぜひご紹介の方をさせていただきたいと思います。で一応このナビゲーションですね、この縦に、半分にして右側がナビのメニューなんですよね。で結構 YouTube の方でもあのサイバーナビの説明とかがよく、出てるので、かなり面白いものが多いです。で細かな説明とかもしてくれてるので、よかったらそちらも、見ていただければかなり勉強になるかなと思います。まあ、もちろんあの通常の住所検索、こちらの方ですね、これで通常通りあの県から住所を選択する形になります。あとよく一番、まあ、私とかもよく使うんですけど、このジャンル検索ですよね、これがかなり便利です。今ちょうど交通、車の交通出てます。でガソリンスタンド、近くのガソリンスタンドを探せますよっていうものなんですけど、まあ、ガソリンスタンドを押して全て付近で探す、これであの近くのガソリンスタンドですね、すぐ表記してくれるのでかなりいいですよね。で行きたいところも全てあのジャンルの方でですね、あのすぐ探せるので、なんかお腹空いたなってなった時に、まあ、食べる選んでもらって、まあ、どんなお店に行きたいか、じゃあファストフード行こうか、でもうあのファストフードの全てで選んでいただいてもいいですし、あのマクドナルドが行きたいとなったら、ちょっとねあのマクドナルド探すのにはちょっとスクロールしないといけないんですけど、ありましたね、マクドナルド付近で探す、
ですぐ近くのマクドナルド出てくれます。なのですぐここ行きたいなあそこ行きたいなっていう時には検索はかなり便利になりますね。でこちら縦半分に割ったら左側がですねオーディオ関係ですねになります。でこのストリーミングビデオっていうのがあるんですけど今はちょっと映らないです。実はインターネットに接続されていません。これインターネットに接続できればできればと言いますかデータ通信のモジュールがついてくればこちらの方でストリーミングビデオで YouTube の方が見れるようになります。でサイバーナビのエンターテインメント性の一つとしてこの中で YouTube が見れますよというものがあるのでこちらで YouTube が見れます。で Bluetooth のオーディオでレコーダーアクセスこれでご自宅 の、レコーダーですねそれと同期して取りためたドラマや映画アニメそれを、車の中で見れるようになります。まあ、こちらの方は通常通りのテレビだったりですね。でリアクルーズはこちらに関しては後席のモニターついてないのでこちらは後席のモニターになってます。もうかなり非常に便利です。で反応タッチの反応もいいのでかなり楽です。まあ、強いて言うならちょっとここのボタンがちょっとちっちゃいので運転しながら触るのはちょっと危ないかなと思うのでちょっとそれだけは気をつけてください。なるべく画面運転中は触れないようにしていただくのがベストなので、そこだけご注意ください。はい、ではですねまた今後新しいサイバーナビの方が出てきましたらまた随時ご紹介の方させていただきます。はい、ありがとうございます。では本日ですねこちらのトヨタのラブ4ハイブリッド 2.0 ハイブリッドの、G グレードのお車のご紹介をさせていただきました。まあ、今回ですねディーラーオプションだったりとかあと、まあ、シートですね中のシートもうかなり珍しいです。実際にただライトグレーをにしたいというお客さんも結構いるんですけど実際ちょっと選んでいただける方が少なかったので今回はちょっとご紹介できてよかったです。こちらの方ですね動画見ていただいてライトグレーがどういったものか判断していただいてご興味あればぜひともご相談いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それではですね本日こちらの、ラブ4ご紹介の方をさせていただきました。また新しいお車来たらご紹介させていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。